はい、何もないデスクトップ、今日はちょっとデータの整理法について話していこうと思います。デスクトップには何も、置かないようにしてます。はい、で真っ黒な画面にしてます。で白もたまに使うんですけど、黒い利点は、ちょっと目が疲れにくいっていうところですね。あとは画面にホコリがついた時に分かりやすいってところです。はい、でホコリがついたら、さっとこう払えるので、結構ゴミついてて、写真とか見てる時に、これなんか白いのがセンサーのゴミなのか、PC についてるゴミなのか、分かりづらい時があるんですけど、画面を黒くしておけば、ホコリがついてるのを早く発見できます。はい、でたまに、白いペーパーを使う時もあります。で白いペーパーの利点、白いウォールペーパーの利点はやっぱり写真がの露出がちょっと見やすくなるってことですね。黒だとどうしてもこう暗く見えちゃうので、だいたい例えば SNS とかですね、 Twitter とか Instagram とかの背景って結構明るい色なので、あとウェブページの背景って白が多いので、それに合わせて写真を作るときは白いバックグラウンドで作業した方が仕上がりが分かりやすくなります。なのでそういう時はたまに白にしたりして見ますね、色を。基本的には、最近は時期によっていろいろ変わるんですけど、黒いのが好みな感じです。で、それから、ドック隠してます。ドックを隠してます。で必要なアプリだけ、主にメインで使うようなアプリケーションだけを置いてます。同じように上のメニューバーもですね、隠してますね。はい、でなるべく13インチの MacBook なんですけど、かなり、画面ちっちゃいので、なるべく作業領域をこう確保するために、隠しています。はい、それからファインダーの説明に入ります。基本的に、こんな感じで、ここのバーもですね、ここに置くものもシンプルにしてて、デスクトップとアプリケーションとドキュメントとダウンロードと、あとムービーとエアドロップって感じで、少なくしてます。でドキュメントの部分は、iCloud を使っていて、基本的に iCloud の情報データをここに貯めています。で前は Google ドライブも使ってたんですけど、なんかiPhone とのやっぱりこう連携っていうか同期性が結構いいので、最近は iCloud に全て、データを保存しています。で昔 512GB の SD カードにで全てデータを管理するってことにトライしてたりしてたんですけど、それはもう最近はやめてですね、もうクラウドだけでデータ管理するようにしてます。はい、でそれから最近ちょっと YouTube とか作ってるので、この映像関係のデータ入れています。であとはエアドロップですね。はい、ここでの設定のポイントは、なるべく自分が使う最小限のものを、このサイドバーに置いておく設定にするってことですね。で結構人によって使うものって多分それぞれあると思うので、音楽やってる人なんかは音楽のフォルダとか入れた方がいいかもしれませんし、はい、なので自分に合わせてカスタマイズする感じです。それから、デスクトップはもう一つ、設定のポイントがあって、はい、このデータのですね、サイズとか種類をオンにしておくとデータの容量が表示されます。例えばこんな感じですね。ここにデータの容量がすぐ出てくるので、分かりやすいです。であとはリストビューにしておくと全てリストで表示されるので、これアイコンの方が見やすいって方もいると思うんですけど、リストの方がなんとなくこう細かいデータの作業をするときには、こう一覧でファイル名が見えるので、楽です。慣れると楽です。あとここですね、全てのサイズを計算する、ここにチェックボックス入れておくと、フォルダなんかも全てその容量を計算してくれるようになります。これちょっとクラウドのデータなので出てないんですけど、新たにファイル作成すると重さが出てくるようになります。なのでどれが容量を食ってるかっていうのが分かりやすいので、そういうのが便利です。
あとよく使うのは、まあ、あのメモ帳としてノート使っているのと、あと最近あれですね、文章を書くときは、ユリシーズっていうアプリ使ってます。はい、これもあの iPhone と同期ができて、まあ、クラウドベースで作業できるので、まあ、去年書いていたあのブログとかの文章はこれで書いたりしています。はい、なんかフルサイズ表示でこんな感じになって、他のものが一切なくなるので、もう集中しやすい環境ができるので、このユリシーズは、まあ、もあの文章を書いてる人には結構おすすめです。はい、ファイナルカットなんですけど、これは、僕の場合、基本的に一つのプロジェクトを終わったら、このもうフォルダごと削除するようにしてます。はい、で今ちょっとこの作業したのちょっと残ってるんですけど、まあ、いくつか前回上げてたような動画ですね、残ってるんですけど、基本的に終わると全てのデータを削除します。で YouTube にアップして、 あるいは重要なデータはクラウドにアップして、PC からは、データを全て削除するというふうな方法をとっています。で今割とちょっと作業途中のものがあったりするので、まあ、意外とデータ食ってますね。500GB の MacBook 使ってるんですけど、まあ、割と、溜まってます。なので、まあ、プロジェクト全て終わるともうほとんどこれがまたポーンとなくなって、これくらいになって、で、作業領域を確保できるというふうな、まあ、そういうふうなやり方でやってます。なんか、まあ、そうですね、ドキュメントが多くなっちゃったな。これ多分、映像ファイルだと思うんですけど、はい、写真に関しては基本的に Lightroom のライブラリでプロジェクト管理してます。はい、でここはまあちょっと長くなるので今回ちょっと省略したいんですけど、データ整理のポイントとしては、もうこれもクラウド上に保存されるので基本的に、まあ、全てですね、まあ、1.1 テラか1テラぐらいのデータ容量で、まあ、これくらいって感じで、まあ、なるべくそれぞれのファイルサイズを軽くするっていうのがポイントで、まあ、やはりこう量を取っていくとすぐ埋まっちゃうので、ローデータをなるべく少なくしたりとか、っていうふうに使ってます。で最近は僕撮るとき、スナップ撮るとき基本的に M ですね、 JPEG の M で撮ってます。昔はなんか全部ローで撮ってたんですけど、最近はですね JPEG の感じが好きというか、まあ、JPEG が軽いので、一番軽いので、しかも大きくプリントするようなものでなければ、基本的にウェブで使う分には横4200あれば十分です。なのでファイルサイズだいたい5メガとかですかねになるので、2200万画素かな、2000万画素前後で5メガぐらいになるので、JPEG の M で撮るということをやってます。そうするとかなり節約ができます。ブラウザは基本的に今、サファリを使ってます。で、まあ、ブレイブもたまに使うんですけど、基本的にサファリです。で、オープンした時の画面がこんな感じになっていて、自分が使う、よく使うものをトップに置いてます。で、サファリのいいところは、こういうこの辺にあるボタンとかを全てカスタマイズできます。で、基本的にはここはこの検索ボックスだけを置くようにしてます。まあ、基本的に作業したらなるべくタブを消していくって感じですかね。はい、やっぱどうしてもタブがこう渋滞しちゃって、でそれで動作遅くなったりするので、まあ、その辺は、心がけてるところです。はい、それからついでに iPhone の画面、まあ、これも同じように、まあ、黒い背景にして今使うアプリケーションだけをまとめてます。でポイントとしては1枚にするってことです。まあ、今こうライブラリにまとまってくれるので、まあ、ここに、画面上に置くものは1枚にして、その中に使うものを集中的に入れるって感じです。はい、でこちらのまあこう左にスワイプした時の画面なんですけど、まあ、大体こんなものを置いてて、PayPay と、ナイキのランですね、ナイキランクラブのアプリ、あとは Lightroom のフォトアプリ、これすごい便利です。押した瞬間にあれなんですよね、 Lightroom のカメラが立ち上がります。なのでわざわざ Lightroom を開かなくていいっていう感じになってます。はい、なのでこのウィジェットは結構Lightroom のカメラ使ってる方にはおすすめです。はい、そんなとこですね。はい、今日の動画は以上です。
またなんかちょっとミニマリズム系というか、ちょっと整理方法とか、まあそういうことに関してもいろいろ喋っていけたらなと思います。次の動画でお会いしましょう。